ナブコの自動ドアはいつでも元気、優しい心遣いと温かい眼差しがある。だからママ結婚したの、自動ドアと。人を愛する自動ドア、ナブコ。安倍政権は待機児童問題は最優先課題として、位置づけて、今週厚生労働省が待機児童の解消に向けた緊急対策案を発表しました。発端となったのは一つのブログ。刺激的なタイトルがついた、子供を預けられなかった親が書いたこのブログは、衆院予算委員会で取り上げられ、野党は与党に問題を追及しました。その際、安倍総理は、これは匿名である以上ですね、実際にそれが本当かどうかということも含めて私は確かめようがないので、ございます。この回答に対し批判の声が殺到。ブログに共感した親たちは、保育園の整備加速や保育士の処遇改善を求め、塩崎厚生労働大臣におよそ2万8000人分の署名を提出。事態を重く見た与党自民党は匿名チームを設置し、緊急対策案を発表しました。今回の対策案は、ミニ保育所の定員の引き上げや企業内保育所を紹介するコーディネーターの配置など、待機児童問題の大きな要因といわれる保育士の給与引き上げは5月に先送りとなり、急場しのぎで具体性に欠けるという意見も。保育士不足、隠れ待機児童、補活、次々と吹き出しては終わりの見えない待機児童問題。解決の糸口はあるのか。保育現場の現実を専門家に伺います。では今夜のゲストをご紹介します。労働経済ジャーナリストの小林美樹さんです。こんばんは。こんばんは。実際にいろんな保育所現場に実際に出向いて、はい、実態をご覧になっているそうなんですけれども、はい、今保育所の実態っていうのはどんな感じなんでしょうか。今保育所は急ピッチでできていますので人材が追いつかない状態です。そのために、はい、例えば4月の開園したばかりの保育所では地獄絵図のような状態になっていて、子どもがギャーギャー泣いて、それを保育士がなんで泣いてるのと怒っている、そんなような状態になっています。それは本来であれば大丈夫だよ、怪しながらこう落ち着かせていくんですけど、その技量がない若手の保育士ばかりになってしまっていて、資格は持ってるけど経験が乏しい方ということなんですか。はいはい、多いですか、そういうところは。かなり目立って増えていると思います。そうですか。それから、まあ、実際 の、 その現状を見てまいりたいと思うんですけれども、はい、まずこちらの待機児童数を皆さんに見ていただきたいんですが、こちらは厚生労働省が発表した待機児童数の推移です。これ緑が4月、それからオレンジが10月というので、毎年こうその、待機児童数を調べていっています。で、まあ、4月ですとこの緑をずっと見ていっていただくと、まあ減らないですよね。まあ、ちょっと少し減ったかに思うと、また増えているというような状態。10月の方も少し減ったかに見えても、またこうだ、結局あんまり変わらないということなんでしょうか。そうですね、4月は一時的に年長のクラス の、 お子さんが小学校に上がるので、順繰り進級してきますので、0歳の枠が全員空いて、はい、そこで4月は少なく見えるだけで、やはりその後生まれた子どもたちはそこでも定員が埋まってますので入れないということで、10月は多くなってしまう。だからこの緑とオレンジの差というのはそこにあるということですね。はい、4月だけで見るんだって、4月10月見ていかないと。そうですね、はい、待機児童数も最近は隠れ待機児童っていうね、言葉がよく出てきていて、はい、表には出ないですけども、結果的に潜在的にその待機児童になってるの、はい、形になってる方っていらっしゃると。これ全部合わせるとどのぐらいこう潜在的にあると見てらっしゃいますか。はい、厚労省が2008年に行った調査ですと、85万人の潜在需要があると。でその他就業構造基本調査を見てみても、無業の中の女性のうち282万人中170万
かれればもう職場復帰したいのに結局ないからそのまま育休を続けていると。そういう、はい、そういった方も含まれています。で続いてですね、ではあの預かるその保育所ですね、保育所の数の方を見ていきたいんですが、こちらです。数はまあ減ってはいないですよね。増えていて、で加えてそのこの赤い の株式会社、はい、これもこう順調に増えていて、あの株式会社を中心に今急ピッチで新規の保育園が開設されているというふうになっています。これが結構増えていっているのに、はい、なぜこの状況なんですか。この最大の要因に、あの妊娠出産適齢期と言われている25歳から34歳の女性の非正規雇用率が4割もある、はい、その中のたった 3% ぐらいしか育児休業取れない、つまり辞めている、辞めざるを得ない状況になっていて、0歳のうちに預けなければいけない、そういったニーズがたくさんある。だけれども0歳の枠は少ないということであぶれる人が多い、そういった問題が今起こっています。実際今日持ってきてくださったんですよね。保育所の数が増えているのになぜ待機児童数が減らないかという、こちらの数か、こちらですね、はい、はい、あとこちらに出してください。共働き世帯というのが97年に完全にこう専業主婦世帯と入れ替わって、この夫婦ともに働く世帯が増えたということで、必然的に保育所を利用したいというニーズが生まれています。その今の先ほどおっしゃったその非正規雇用の方っていうのが育休が取れないと、はい、ただ先ほどのグラフだとその保育所が増えているわけですね、はい、で結果的にそれがどう関わってくるということですか。その待機児童が減らないことというのは結局国の見ているその保育所利用想定の数と実際のニーズがかなりミスマッチがあるということで、うん、その現状を 見ていない、非正規だから働かなければいけない、そういったニーズが深く隠れていることをちょっとこう見逃しているんじゃないかなというふうに。それをおっしゃっているのはその保育所の数は増えているけども、結局働きたいという人もどんどん増えてきているから追いつかないほど増えている、追いつかないということだと思います。特にそれがその非正規の方に顕著だということですか。それからですね、問題点としてもう一つ指摘しておられるのは、その国と自治体とのこの考え方の差が非常に激しいというふうにも伺ったんですけれども。そうですね。国は今最低基準でいいですよと、はい、どんどんそれで受け入れてください。うん、だからこれあくまで最低基準で子どもの安全を守る基準なんですけれども、うん、自治体はいや、その基準では危なくて、もっと人がいないと子どもを安全に見ることができない。うん、そう思って人員を増やす努力をしている、独自に予算をつけたりしています、はいはい、でその考え方の違いというのが今回の緊急提言の中に如実に現れている、そういった問題があったと。どちらかというと国の方は緩めなんだけれども、はいね、自治体の方がどちらかというと安全を守るために厳しくしている、はい、それではですね、ここで待機児童問題を抱える視聴者からの声を千葉県在住の30代女性。